はい、どうも、MKツのまっちゃんでございます。というわけで、AKB48 の話題でございます。AKB48 グループアジアフェスティバル2019 in バンコクということでね、BNK48 が活躍しているバンコクですけども、なんとね、こちらの、フェスティバルですか、に AKB48 の海外グループがね、集まるということでございます。これって実はすげえことだなっていう気がするんですけどね。まあ AKB グループ国内では集まることはね、あのコンサートとか総選挙でありますけど、海外ってなると話は別じゃないですか。そうなってくるとなんかものすごくこう一気にグローバルな世界規模な感じになりますけどね。1月27日に開催ということですけども、まあ日本からはね AKB48、 そしてインドネシアから JKT48、 あとタイから BNK48、台湾から AKB48 チーム TP かな、あとはフィリピンですね、マニラ NML48、あとは、中国から、チーム SH、そしてベトナムから SGO48 ということでね、まあ、本当にね海外の、48グループが集まるというね、あのワールドワイドな、フェスティバルですけどね。まあコンサートはねもちろんなんですけど、イベントもあったりとかしますし、その前の日かな、 BNK48 は単独でコンサートと、総選挙が行われるっていうことらしいんですよね。うん、まあなんかこう普段ね、国内の48グループばっかりに目を向けがちですけどね、ここ最近のね48グループで言うと、交換留学があったりとかっていうのもしてたんでね、徐々にではありますけど、まあ日本だけじゃなくてね、活躍も海外にもっと広げていってるんだろうなっていうのが、実感できるニュースだったかなっていう気がしますよね。まあ急にね YouTube でこう生放送の通知が来まして、何の発表だろうみたいな感じになりましたけどね。ああなるほど、こういうことかと。まあ、MK2 チャンネルではね、海外の48グループに触れるってなかなかないんでね、国内の48グループが集まるよりもすごいことだと思うんで、そういった意味ではなんか大々的にね、もっとニュースになってもいいのになーっていう気はしちゃいましたけどね。それこそ乃木坂だったりも、ここ先はアジア進出だったりっていうので、海外でね、ライブとかもやってますけどね、AKB48 グループもちょくちょくね、行ってたりはするんでしょうけど、ここまででかい、イベントっていうのはなかなかないと思うんでね。いや、なんか、どんな感じになるのかっていうのは結構楽しみな気がしますけどね。はい、というわけでね、まあなんか今回は、いつもと違った感じで、海外のね、48グループについてちょっと動画にしましたけどね。世界選抜総選挙で、立候補したメンバーなんかは、なんとなくチラッと、あ、この子見たことあるなぐらいはわかりますけどね。それ以外の子って本当にわかんないと思うんで、本当にね、もっと日本の、テレビ番組にも出てほしいなっていう気がしますし、逆にね、AKB48 が海外に行くっていうのも、ね、日本だけじゃなく世界規模でのね、活動になってくるんで、すごいいいことだなっていう気がしますね。はい、というわけで今回はそんな感じの動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まっちでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。